どうも、清田です。Python 入門の第2回目ということで、今回は変数についてやっていきます。変数はもうプログラムね、書いていたら毎回登場するもので、変数のが使えないと、プログラム書けないと言っても、ね、過言じゃないようなものなので、ぜひ最後まで見ていってください。で、最初に今回はあのクイズを用意していて、 このクイズを解きながら、その解く過程を通じて変数というものについて理解を深めていくっていうね、形でやっていこうと思います。で、まあ、プログラミングってただこう勉強してても何のためにこれやってるのかっていうのが結構イメージつきにくいんですよね。なので、こうやって実際何かを解いたりとか、こう使ってみながら、その概念もね、学んでいくとすごくね、理解がしやすくなります。で、まあ、今回のクイズなんですけども、今回はね、以下の値をね、計算して求めてください。 1>, え1年間の時間数、まあ何。1年って何時間ですかで、次は1年間の分数。えー、1年間って何分ですかで、次は1年間の秒数。1年間って何秒ですかこの3つを求めるプログラムを書いてみてください。で、こちらクイズをやっていただくにあたって、えー、ちょっと前提知識として最低限知っておいた方がいいことがあるので、それがプログラムの基本になります。えー、これ何を言ってるかというと、プログラムって 上から順に1行ずつ実行していくんですよ。逐字実行って言うんですけど、プログラムは上から順に1行ずつ実行するっていうのが、まずプログラムの基本中の基本なので、これ頭に入れておいてください。プログラムって大体ね、こう。 結構複雑な処理をやったりすることが多いので、まあ、複数行を書くんですよね。一行だけで終わるってことね。まあほぼほぼそんななくって、でまあ、こんな感じで、例えばプリントカッ1、プリントカッ2、プリントカッ3みたいな感じで複数行を書くんですよ。で、複数行を書いて実行すると、この上から一行ずつね、まずプリント1を実行して、プリント2を実行して、プリント3を実行するって形で、上から順に一行ずつ実行していきます。ちなみに、ここで出てきたプリントっていうのは、 関数って呼ばれているものになります。関数はまた後でやるんですけども、まあ、あの、便利な機能を、こう、ひとまとめにして、それ名前をね、つけて、それで、ね、その名前で呼び出せるようにしたものです。で、関数名を書いて、その後にカッコを書いて、で、カッコの辺りにね、まあ、何かしらの値とかを入れて使います。で、このプリントっていう関数は、もう Python がデフォルトで用意してくれているもので、値を画面に出力する関数になります。 例えば、プリント1って書くと、1っていう形で出力されますし、プリント2って書くと2、プリント3って書くと3が出力されます。こういう風に、まあ、カッの中、このカッコの中のね、入れるものを引数って言うんですけど、引数に取った値をえ出力してくれるのがプリントになります。はい、でもね、まあ、これだけはね、ちょっと最低限知っておかないとね、ちょっと解きようがないんですけども、今の際知っておけば、今のね、この1年間の時間数、分数、秒数っていうのはね、 求めれるはずなのでぜひこれトライしてみてみくださいでは一旦動画止めてやってみましょう、はいえー、ではコラボレートリー開いてやっていきましょう1年間の時間数分数秒数の3つを求めていきますで1年間は今回365日としますねではまず最初に365日で時間数を求めていきましょうかで1日って24時間なので365日あったら1年間の時間数ってのは3 6 5 × 1かける 24になりますでこれ実行してみますねすると8760時間というのが出てきましたでは続いてこのえー、と次はね時間数出た次は分数ですねえっ、ー、と1時間というのは、えー、60分になりますで今時間数が出てたので1年間の分数求めるにはこれに60をかけたらいいですではこれ実行してみますはいするとこういう形で実行ができましたただですねこの場合 この一番最後に実行したこの一行しか結果出ないんですね。まあこれコラボレートリーの仕様なんですけど、コラボレートリーここで表示してくれるやつって、最後に実行した結果なんです最後に実行した時の値がここにね、表示してくれてるんです。で、今回みたいに3つね、全部出したい時は、えー、先ほどやったプリントをつけていきます。 プリントっていう関数を使ってね、で出力したい値をここに書いてあげると、でこういう形で、ね、式という、式もね、この中に含めることができるんですけどもで、こういうふうにやってあげると、結果を、ね、出力することができます。で、こうやると、1年間の時間数、で、分数がそれぞれ出力されました。で最後にね、1年間の秒数も出してみましょう。はい、では1年間の秒数を出してみます。で、1分というのは60秒なわけです。 で、今、分数があるので、この分数に60をかけてあげると、1年間の秒数が出ます。ではね、実行してみます。はい、えー、こちらの結果が、1年間の秒数になります。いかがでしょうかここまでね、できましたかで、これでクイズ自体は問題なく解けているんですけども、このコードには今ね、課題があるんですよ。それが何かというと、これ毎回同じような処理書いてないです。365件24を。 毎回ここで書いたりとかしててな、それってなんかちょっと面倒くさいというか、あまりクレバーじゃなくないです。そうなんですよね。今のこのコードの書き方だと課題として、毎回ね、同じ処理をね、書かないといけないんですね。で、それがね、面倒なんですよ。そこで、これをね、どうすればいいかというと、ここで登場するのが今回のテーマである変数になってきます。変数って何かというと、 値に名前を付けることです。例えば、まあ、1年間って365なので、365っていう値がありますね。で、これ毎回365って書くのが、まあ、めんどくさいので、この値を一時的に保存して、で、それに名前を付けてあげようと。そうすれば、毎回同じような処理書かなくてもいいじゃんっていうのがこの変数になります。で、具体的には、 値っていうのはメモリーっていう場所にね、保管されるんですね。メモリーっていうのはコンピューターの一時記憶装置です。まあ人間の頭もね、一時的にこういろんなことを記憶してるじゃないですか。その一時記憶装置が、まああのメモリーだと思ってください。で、メモリーにはこうたくさんの枠がこう用意されているんですね。で、その枠ごとに1番値、2番値、3番値みたいな感じになってて、まあ番地がついていて、その番地の中に値を入れておくことができるんですよ。 で、えー、ここがね、今ここに出ている四角がね、このバンチでございまして、でその中にね、一つの番四角の枠の中にね、箱の中に365っていう値を入れちゃうんですね。で、これ365って入れるだけだと、ただこれがね、何番地のね、ところに保管しているかっていうのがわからないんで、そのバンチのところに、さ名前をね、つけるんですね。例えば、ま、あ365だったらね、それね、えー、デイズっていうね、名前をつけるわけです。日数って意味ですね。 で、そういう形で days っていう名前をつけておくと、この days っていう値で後からね、何度も何度も呼び出せるんですよ。変数を使うと、後から何度も使えるので、毎回同じようなことを書かなくていい。そういった面倒さをね、解消できるんですね。で、まあこれでね、変数のちょっとイメージ掴んでいただいたところで、えー、こちらね、実際にコードにしてみると、こういうふうに書きます。days イコール365みたいな。 で、ここでイコールって書いてるんですけども、これはプログラミングにおいては代入の意味になります。デイズっていう変数に365っていう値を入れたよと、メモリっていう,こう箱があってね、その箱の中に365という値を格納して、で、その箱にデイズっていう名前を付けたよっていうのがこのイコールの意味になります。デイズと365が同じだよっていう意味ではないのよね。 ここちょっと気をつけておいてください。で、ここで、まあ、days って使うと、その days をこその後使えるんですね。で、2行目だとね、hours イコール d a y s る2 4と。1年間の、まあ、時間数っていうのは、1年間の日数365日にえ24時間のね、24をかけたものだよっていうことです。で、この d a y s る2 4というのに、の値に対して、 アワーズっていうね、名前を付けてあげます。ラベリングしてあげるんですね。で、そうすると、次ね、1年間の分数とか求めたいときは、今度はね、アワーズ ×60 と。今ね、もう時間数が分かってるんで、その時間数に60分のね、60っていうのをかけてあげたら、分数が出るというわけですね。こういう風うに、前やった処理っていうのを あとからね、使い回せるんですよ。便利じゃないですか毎回 365×24 とかね、いちいち書く必要ないくなるわけですね。はい、ではね、えこまたね、同じようにね、今度は変数を使ってこの処理書いていきたいなと思います。えーと、まず days という形でね、days を365って置いときましょうか。365の日なんで。 じゃあ次はね、えー、時間数ですね。アワーズは、えー、デイズに、えー、っとデイズに二24をかけたものになりますと。で次が、これ時間数出たので次は分数ですね。分数はミニッツです。ミニッツと。ミニッツは、えー、っとアワーズに、えー、60をかけたものですと。で続いてがね、秒数です。秒数は分数に、えー、ミニッツに ミニッツに、えっと、60をかけたものですね。はい。こういう形になるかなと思います。で、あとは結果を出力。これでね、一通り計算ができたので、結果を出力してあげましょう。アワ、えー r えっと、ミニッツで、あと、セカンセコンズかなセカンズと、ちょっと、セ e ンズという形で、これをね、実行してみましょう。はい、これ実行するとね、先ほどと同じ結果がね、出ていますね。 こう結果自体はね、先ほどと同じなんですけど、えー、結構ね、プログラム自体は関わったかなと思います。さっきみたいに、ね、同じ書に何回も書く必要もなくなりましたし、しかも意味もわかりやすくないですか日付が360、日数が365日で、その日数に24をかけたのが時間数だよと。で、この時間数に60をかけたのが分数だよと。で、分数に60をかけたのが秒数だよって形でね、 意味もすごくわかりやすくなったんじゃないかと思いますえ。で、ちなみに今回、これ処理をね、こっちひとまとめにして、最後一気にプリントへしちゃったんですけど、これは別にね、プリントをね、この間でね、こういう形で、まあ、都度挟むみたいな形にしちゃっても、えー、問題ないです。どちらでも大丈夫です。ただ、えっ、ー、と、なんでこんな感じで今回こっちでえっと、えー、と呼び出し最後のね、欠陥出力をひとまとめにしたかというと、えー、処理こういう風にひとまとめにしてね、で、最後にこうバーっとね、出力した方が、なんか塊がね、わかりやすくてね、 パッと目に入ってきて分かりやすいかなと思ったので今回こういう風にしております。はい。えー、ではね、これでクイズできたのでここから変数のポイントを解説していきます。まずですね、変数ですごく大事なことは分かりやすくて簡単な名前を付けるっていうところです。例えば変数で D とかいうね名前をねつけたとしますね。変数名に。するとこの D って何を意味しているのか分からないんですよ。で、コードを読んだときに これって何のことだろうなーってなって、わかんないなーってなっちゃうので、わ、えー、かりやすくて簡単な名前っていうことでね、例えば days とかするとね、まあ今回365にね、days っていう変数名つけましたけど、こうすると、あ、これは日数を表してるんだってことがね、すぐわかるわけです。そういうふうにわかりやすくて簡単な名前。で、まあ正しい名前をつけるっていうのが変数においてとても大事です。で、続いてのポイントは、変数はただの名前っていうところですね。 こう、値に対して、ただのね、ラベルを貼っただけです。365っていう値が、こう、メモリーに格納されててですね。で、それに対して、days っていうラベルを貼っただけっていうのが、この変数なんですね。で、これね、まあ、初めてプログラミングする人は、まあ、これ単純にね、変数は名前なんだなって思っていただければ大丈夫なんですけども、他の言語のご経験がある方とかは、 この辺ちょっとね、他の言語と違って、これ、Python ね、こういう特有の、まあ、特徴なんですね。他の言語だと、こう変数名を宣言した段階でメモリの領域を確保して、さらにそこにねえ、データ型とかをね、定義とかしていったりもすることあるんですよ。えですが、まあ、Python においてはね、そういうことはしてなくて、単純に Python のね、変数の宣言っていうのは、値にラベルを貼るだけ。まあ、これがねへん、Python における変数になります。続いて、 え、変数の注意点解説していきます。あの、変数名ね、使える文字に制限があるね。ちょっと気をつけておいてください。変数名に使わ、 使えるのはまず A 字の小文字か A 字の大文字あとは数字あとアンダースコアになりますで変数名ではですね大文字と小文字がね区別されるんですよ例えば Days っていう風なのでえ全部小文字の Days とあ例えば先頭の1文字の D だけが大文字で残りは小文字の Days だとこれ別の変数って扱われるんですねであと変数の先頭のね一番最初の1文字目というのは A 字かアンダースコア のどちらかを使用できます。まあ、逆に言うと数値はね、えー、使えないっていうことですね。で、アンダースコアはね、ちょっと特殊な意味になるので、今の段階では変数名の先頭は、えー、エイジでね、始めるというふうにね、覚えておいても問題ないと思います。で、あと、いくつか使えない変数名の、ね、単語があるんですよ。それ、ま、予約語って言うんですけども、Python がね、事前に定義しているものがあるんですね。if とか、for とか、class とかです。 で、こういったのはね、えー、使えないので気をつけておいてください。はい、えー。ではね、最後にクイズをね、やっていきます。今回やってきたクイズの、まあちょっとしたね、応用問題になります。今回の問題はこれです。キヨト。えー、キヨトって僕のことですね。えー、キヨトは1787万400分生きております。で、まあこれだけの分数ね、 えー、生きてきているとして、以下の数値を出力してください。清との年齢、あと清との生きてきた月数、何ヶ月生きてきたかってことですね。つまり今、清とは何歳で、あと何ヶ月生きてきたのかっていうのを出してくださいというお題になります。で、こちらのお題は今までやってきた知識だけで解けると思います。次回解説するので、ぜひこれね、トライしてみてください。で、こちらのクイズできたら、ぜひね、今度ね、ここからね、ご自身で応用されて、例えば、ご自身が今まで生きてきた え時間数たで、そういったのもやるとね、どん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 変数の理解もね、深まるし、プログラミングにもね、慣れていけると思います。で、こちらのこのクイズの解説はね、次回やっていくので、ぜひね、これ解いてみてください。はい、というわけで今回は変数についてやってきました。変数を使えるようになると、こう長いプログラムとかも 書けるよううになってていいくのででここで慣れていきましょう変数名のポイントはね何はともありやっぱし名前の付け方ですねこの名前で正しい名前を付けられるかその変数がねこう表している実態をねこう適切に表現した分かりやすくてね明快な名前をこう付けるかっていうのはね一番のポイントですでこれがねこの名前を付けるっていうのがねめっちゃ難しいんですよねこれはね今もね僕もいつも悩みながらやってますね